ジェルミナールは、エミール・ゾラの20巻からなる、ルーゴン・マッカール総書のうち、第13巻にあたる小説である。1885年間、1860年代、北、フランスにおける、炭鉱労働者のストライキを妥協なく、現実的に描き出した小説であり、ゾラの傑作、また、フランス小説史上も最も優れた作品の一つにも、数えられている。 世界100カ国以上で観光、翻訳されているほか、この作品に基づいて5本の映画及び2本のテレビ番組も制作された。ジェルミナールという題名は、フランス革命歴の第7月にあたる目月を意味し、季節としては春である。この月名は、種を意味するラテン語のヘアーメンに由来し、本作品は、炭鉱労働者に芽生える、より良い未来への希望を描く。 本作品は1884年4月から1885年1月までの間に執筆された。1884年11月から1885年2月にかけてジルブラス氏に連載され、1885年3月に書籍として刊行された。主人公、エティエンヌ・ランティエは居酒屋にも登場した人物である。また、当初、ゾラは、 従人の主人公としても登場させようと思っていたが、ジェルミナールが予想以上の高評価を得てから、それをやめた。若い移住労働者エティエンヌが、北フランスの寂れた炭鉱外門数に職を求めてやってくる。彼は前に働いていた鉄道の仕事を上司と喧嘩して辞めさせられたが、知り合った熟練の炭鉱オットボンヌモールが、泊まる場所と炭鉱で台車を押す仕事を探してきてくれた。 ドイツ語版の表題ページ。エティエンヌは仕事熱心な理想家として、また世間知らずな若者として描かれている。ゾラの遺伝議論の現れとして、彼はマッカール家の祖先から短期で酒を飲んだり感情を刺激されたりすると怒りを爆発させやすい性格を受け継いでいる。彼は社会主義的な考え方を抱いており、多くの労働者階級文学を読んでいた。また、 ロシアのアナキストで同様に、モンスーに職を求めてきた、政治亡命者のスバーリンとも交友を持つ。エティエンヌの社会主義に対する単純な考え方は、シリーズ第一作、ルーゴン家の誕生の反抗者シルベールを想起させる。その一方で、エティエンヌは同様に単行の代謝を死に雇われている、マユの娘カトリーヌに惹かれる。そして、 彼女と、その素やな恋人シャバルトの関係に巻き込まれていく。単行労働者らの複雑な人間関係が演じられる背景には過酷な貧困と抑圧があった。彼らの労働条件、生活条件は小説が進むにつれて悪化の一途をたどり、ついにストライキの決断に至る。今や政治的理想主義者として仲間から一目置かれる存在となったティエンヌは、 労働運動の指導者となっていた。アナキストのスバーリンは暴力的行動をとることを説くが、労働者らとその家族は自制を続ける。しかし、彼らの貧困が破滅的になると、ついに反乱に立ち上がる。ゾラはその暴力的場面を克明に描いている。反乱者たちは警察と軍に囲まれ、暴力の末に鎮圧される。厳滅した炭鉱オトラは、 仕事に復帰し、ストライキの失敗について、エティエンヌを非難する。その時、スァーリンが高校を破壊し、これにより、エティエンヌ、カトリーヌ、シャバルは、行動の底に閉じ込められてしまう。救助を待つ間の長いドラマは、ゾラの描写の中でも白日である。そして小説は劇的な結末を迎える。エティエンヌは最後には救助され、解雇されるが、 パリで生きることを決意する。ゾラの存命中に、この小説は彼の揺るぎない傑作として知られるようになった。ゾラの葬式では、労働者が集まり、壮列に向かって、ジェルミナール、ジェルミナール、との叫び声が上がった。それ以来、本書は労働者階級の信念を象徴する作品となり、フランスの炭鉱街では特別な作品として語り継がれている。 ゾラ自身も本作品に対して誇りを持っており、誇張だという保守派からの非難や、逆に労働者階級への中傷だという社会主義者からの非難に対して熱心に反論した。ゾラは1884年の北フランスの炭鉱街への訪問など、徹底した取材に基づいて本書を書いている。ストライキが起きた後の暗算に行ったり、ドゥナンの行動を実際に降りて行ったりした体験に、 基づき生々しい描写を行っている。現在、フランス国内で、また世界的にも、ゾラの作品の中で最もよく売れている。本作品は何度も映像化されており、主なものは次の通りである。ありがとうございます。